もはや上げるパラメータもなくなっちまったぜ。ほぼユリコやで俺今もう。さあそんなほぼユリコの俺がパラメータだけで他の乗員をしばきまくるゲームグノーシアやっていきたいと思いますけれども、9人中2人、あ、でもエンジニアドクターありか、AC 主義者あり、まあやってみるか。シャーミンが仲間となります。これまたシャーミンと2人で最後まで頑張ってね系のイベント、ええけど。 AC 主義者いるんか、つまりどっちかが語りんでやなあかんから、もう俺が語るか。これシャーミンに語らせたらまずいな。俺しげみちのことを信じてる。そうだそうだそうだ、乙女が怪しい。そうだ、あーだ、わかんねえ。あれ誰も名乗りで、あー守護天使いてないからか、守護天使いてないから自発的に出てけへんのか。コメットドン、コメットじゃん。すごい、俺のドンだけで一人人を殺せてしまうって考えたらすごい事態やな。シピ。まあ、直感力高いやつは生かしておくとめんどくさいというのもありますので、コメット釣りでいいんじゃないのかな。うわ、せつか全方位疑いマンに。せっちゃんなんか敵に回ってもそんなにめんどくさくないけど、この子議論を進めてくれんのよね。こいつが怪しいんじゃないかとか。だから結構いると便利だよな。なんかコメントごめんね。俺コメントのこと嫌いじゃないから。ごめんな。いいと思う。今日もいい年金だね。いいね。ああ、やっぱり。前回の続きやわ。続きっていうか。じゃあ、シャーミン君の希望に応えして、何も言われてないけど乙女噛んときましょう。シャーミン君これでいいでしょう。さて、シャーミンが疑われてないのよね、今んとこね、全然。しげみちやっぱ怪しくね。ドン！でもしげみちうやむや持ってんのよな。これ悲しむよりかは弱いけどって感じがするよな。ステラは信用できない。これは弁護は別に入れとかなくていいか。あ、シャーミンがピゴリだ。ステラなぁ。ドン！説の言うことに対してドンを挟む男。太鼓持ってんのかもしれん。エンジニア権限を持つ者は恐れず名乗り出てほしい。もうこれ俺が行くか、もう。俺が行くか。はーい、僕でーす。あー、3人出てきた。あー、3人出てきた、くそ。AC 主義者空気読めよ。誰も名乗り出なかった。くそ、こっちか。こっちやったか。まあステラですよね今日はね。まあまるで疑われてないことを考えれば、もうこれシピ噛んじゃって茂道釣りの方向に持っていけばいいんじゃないのって気がするんやけど。守護天使おらんから全員噛めるし、そのためにはククルしか味方につけとこ。こんにちは。で、茂道に黒出して、オッケー。これで報告で茂道に黒出して、で、あー、茂道が本物臭いか。よし、じゃあここで茂道に黒出したの正解やな。俺が黒出してなかったら、持っていかれてたな。で、さて、あー、ククルシカが茂道疑ってくれて、ドーン！よーし、ドーン！よし、ドンをかけ続ける。茂道がシャーミンはグノーシアだと報告している。あ、こいつそっちを。じゃあ俺も投票しろで茂道に言うと。おし。ありがとう、ありがとう、みんなありがとう。みんな茂道を疑ってくれてありがとう。助かるー、ありがとう。勝ち。いやー、なんか、何ら問題なく勝ったな。何やったんやろ。お疲れ。残ってた連中まとめて格納庫にぶち込んできたぜ。これで当面は大丈夫だろう。
あーっと。合ってるよ、俺の昔話な。話すよ、話しますって。ほらさ、クソみたいな辺境の惑星で猿に囲まれて育ったんだよ。猿っつうかボノボな。知性化されたボノボ。若い頃のシャーミー君かわいい。手前のボノボのくつろぎっぷりすごい。親がその辺の研究者だったからな。ガキの頃の友達なんざ猿っけなかったんだぜ。性格うまく運んだんだろうが、賢くて力持ち、何より気のいい連中だったよ。でもさ、どっこそのお偉いさんの気に触ったらしい。みんな処分されちまった。ブームの過ぎたペットみたいにな。はっ、このことは誰にも話してなかったのによ。そうか。そうか。辛い過去があったんやな。お前もしかして上半身裸？上半身裸の上にレザージャケット着てる？ああ、はいはい、わかってますよ。皆まで言うなって。シャーミンが何を言いたいのかさっぱりわからない。思い出話なんて聞きたがるのは俺が欲しいからだろ？なやこいつ。シャーミン君、下半身直結型のトークしかせえへんな。今更やけど。これな、コメントすれとったんよな。ドクター側で名乗り出てたら乗っ取りできてましたね。もうちょっと楽やったけど、まあまあまあ、どっちにしろ、茂道が釣りやすい人でよかった。前回見損ねたシャーミンの加工話見れてよかったですね。あ、すべての役職が揃っていて、なおかつ留守番。留守番の時ってさ、死ぬよね。だって留守番を噛むもん、普通。確定で白いやつ噛むもの、そりゃ。死ぬさ、そりゃ。ああ、死ぬさ。開幕名乗り出たろ。はい、留守番です。よろしくお願いします。こんにちは。俺は怪しくないです。で、ジナがドクター。コメットが対抗で出てきた。どっちかは嘘をついている。あ、もう全員出てくる。全員出てくる。もうこうなったらもう守護天使もバグも全員名乗り出ろ。もう。で、あ、全員排除せえ、こんなもん。3人と2人出てきてるから。で、グノーシアは3人なので、どうやろうな。強靭バグが出てきたとしても、グノーシアは1人語ってますね。グノーシア、狂人本物、バグ本物って感じですね、これは。人間だと言え、使っとくか。乙女が、乙女何にも名乗ってないので、まあ、乙女はグノーシアでしょう。で、コメット本物臭いな。あ、でもジナの、特に見抜かれへんかったか。シャーミア、潜伏グノーシア全部見つけた。シャシャーミンで。あ、これは嘘見抜いた組が、続々と集まっているシャーミンのもとに。こいつ嘘ついてましたよ。あ、SQ 取られた。まあ、SQ もなんか人間宣言しなかったし、怪しいっちゃ怪しいか。いいでしょう。昨夜は誰も襲われませんでした。おっと、これはグッジョブ？いや、バグが噛まれたかな。バグが噛まれた、あると思うな。そしてこの状況で噛みに行ったってことは、セツかラキオのどっちかを噛みに行って、どっちかがバグやったんちゃうかな。 SQ はグノーシア、 SQ はグノーシアじゃなかった。 SQ がグノーシアか。かー、まあ、ありえるか、状況的には。次の報告、ククルシカはグノーシアではない。乙女はグノーシアではない。あー、これはラキオが嘘くさいですね。乙女は嘘ついてましたので。まあ、まあ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 。潜伏しているっていうことはグノーシアやと思うので、ラキオが嘘くさいですね。もう早速やっとくか。ラキオが怪しいと思います。ラキオが怪しいと思います。はい、みんな俺に同意して。ラキオくん、ラキオくん人気な、ラキオくん人気な。
クルシカが力を貸してほしい。この状況、潜伏が2人なのよね。グノーシアが3人で、で、人数的に必ずグノーシアは1つ役職を何かしら語ってるから、おそらくシャーミンとオトメが潜伏、グノーシアで、クルシカは上院やと思うから、まあいいか。はい、ラキオくんは終わりです。ラキオくんは終わりです。ラキオくんありがとうございました。ラキオくんね、白出しちゃったね。説も釣ってもまあ言っちゃいいんよな。というわけでラキオは大人気。はい、2020年のトレンドはラキオです。レムナンが呼んでる。珍しい。どうした？相談させてほしいんです。あ、嘘ついてんのに気づいたやつか。ジナさんが嘘を言っている。よーし、任せろ。シピがやられたか。明日は俺やな。どうにかしねえと。シャーミンはグノーシア化している。なるほど、説本物っぽいな。ジナが嘘ついてるってなった場合、まあコメットが本物やと思うんですけど、その場合、SQもラキオも白出してんだよね、コメットは。つまり、エンジニア側には、グノーシアはいなかったっていうことか？とりあえずシャーミンでいいやろ。とりあえずシャーミンでいいやろ、これ。まあ、乙女、シャーミン、ジナの3人じゃないのかなって気はするな。ああ、どっちでもいいよ、これ。もう両方凍らす。両方凍らしちゃう？一個気になるのは、シャーミンとか乙女に疑いをかけたら、ジナが毎回弁護入れてくんだよな。ジナはなんか弁護しそうやよな。仲間が釣られそうになったら。まあ、どっちでもいいわ。乙女さんです、僕が変だなと思うのは。あれ？あれ？クルシカの変わり身すごい。急に信用できなくなった。ドイーン。もうここは乙女釣ろうぜ。よし。あ、同票になった。もうこれ両方凍らせ。両方凍らせ。今回はそうするしかないんじゃないかと思います。俺はいいけど。よしよしよし。これは通るな。おやすみ。これでコメントに見てもらって両方ともグノーシアでしたってなったらめっちゃおもろいな。まあ問題は俺が明日まで生き残れるかどうか。コメント、俺って死ぬと思う？明日。なんでや？ここでコメットが噛まれましたね。役職を語っている人が噛まれたっていうことは本物やったか狂人やったかの二択しかないんですよね。もしグノーシアやったら噛まれることはないし、バグの場合も噛まれても死なないので、ということはコメットはまあ狂人か。でもその割にジナも嘘ついてたのよね。ジナが嘘ついてたっていう報告がレムダンから入ってきてるから。つうことはコメット本物やったんじゃないのかなと思うんですよね。で、乙女とジナの結果見られたくなかったんじゃないのかなと。まあそう考えたら説はまあ本物でしょう。説は本物やっていうふうに考えると、とはいえ、念には念を入れとくか。ここは説釣ろう。ここは説釣って、ここで説釣ってしまって、で、翌日シャーミン釣って完全に勝ちやな。オッケー、ありがとう。ありがとう。助かります。ほんま、いつもありがとうございます。ちょっと今、シャーミンパブリックエネミーオッケ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 ー。それはわかる。それはわかんねんけど、それはわかんねんけど、一旦シャーミンには投票するな。そうなんだ、と納得した様子でうなずいている。そうなんですよ。まずここは説なんですよ。ここは説を確実に釣ってしまいましょう。多分説は本物やけど、まだいけるから説を釣ってしまって、ありがとう、説ありがとう。ここは念には念を入れさせてもらうね。で、ここで、次のターンでシャーミンを釣って確実に終わりやと思うねんけど、問題は僕がこの3人の中から生き残れるかなんです。めちゃめちゃに怖いからシャーミンには会いに行けんけど、こんにちは。
アーレムなんですよ。買ったわ。買ったわ。よし。じゃあ俺はもうククルシカと仲良くやってくわ。船で。ありがとう、ありがとう。ドン！ま、ドンもクソもないけど。誰も発言をしない。ククルシカも目を伏せたまま黙っている。よーし、投票始めるぞ。オッケー。手が高かったわ。勝った、勝ったよとククルシカが全身で喜びを。よかったな。トワコは力を貸してくれたからだね。ありがとうと感謝の気持ちが伝わってくる。一緒に踊るか、次の港まで。というわけでやっぱ説本物でしたね。まあ、分かってたんですけど、一応ね。いいんじゃないですかね。非常に人狼やってるっぽかったです。お、これはマックス、グノーシア4体。エンジニア、ドクター、守護天使、留守番あり。AC 主義者とバグなし。もう完全にグノーシア VS 人間のどつき合い、しばき合い対決。俺が語りやったるわい。しげみちレムナンゆりこ、しげみちか。しげみちか。しげみちか。しげみちはほっとくとこいつ絶対語りんでるから、俺が語るしかないですね。もう説には弁護入れときましょう。あ、でもなんか説結構疑われてるな。あ、でももう疑われてる以上に弁護が入ってるか。ならばラキオでいいでしょう。ドン！ごめんラキオ、ごめんラキオ。でもユリコが疑えって、ゴーン。シャーミンが疑えって。俺じゃない、俺はラキオのこと信じてるよ。俺はラキオのこと信じてるけど、シャーミンがやれって。ドクター、ドクターじゃないかな。あれ、あ、もう誰もラキオの言うこと聞け。かわいそう。でもドクター名乗り出ろよって言ったってことは、君ドクターじゃないってことやよね。わかった、それがわかっただけでももう十分。ほな。でもなんかラキオってイベント起こすこと多い気がするから、あんま釣りたくないんやけどな。あ、でも関係ない、イベント起きた。行きましょう。じゃあグノス万歳。ほら、お前も腕をこうしてジャンプしてこうだ。グノス万歳。やめとけって、マジで。いい汗かいたな。で、あれか、今夜も誰か消さんといかんのだろ。俺だったら乙女がいいと思うぞ。いや、わからんけど。ロジックなさすぎまんやからな。ロジックなさすぎまんやけど、まあ別に確かに候補者やおれへんから乙女でいいよ。じゃあ重道の好感度上げてこ。本当に乙女消えたのな。なんか変な感じだわ。これでまた俺たちの一歩勝利が近づいたな。守護天使がいるんですよね。でもエンジニアもドクターもおらんから。おっと、ユリコが疑われている。これ誰か他に入れるやつは、シャーミン、SQ、 結構入ってくるな。めちゃめちゃ疑われてるやん。常日頃の行いやぞお前。ユリコ船でも多分傍若無事な振る舞いしてんねやろうな。このプリン私のものということにしても良いでしょうって言いながら勝手に食べたりしてんねやろうな。留守番いる？留守番は語れない。あ、留守番いるんか。なんで初日に出ない、出へん。噛まれてたらどうすんねん、マジで。嘘をつくのは構わないよ、コメット。コメットいいですね。ちょっと、ユリコがヘイト集まってるから、ちょっとコメットの方に持っていきましょう。よし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 。これはコメット釣れそうやね。しかも今、レムナンがさりげなく弁護に行ったのもいいですね。ちゃんとラインを切ってきてる。グノーシア以外のやつが疑われてるとき、バンバン疑いをかけていく人になろう。よしよしよし。よし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 。同意求める重なるとかなり強いな。デステラがコメットにだけは弁護かけてる。おーおーおー。いや、断られるやろ。君、ユリコ今やばいぞ。正直ユリコ生きててほしいけどな。まあ無理やろうな。いやー、ユリコも票数稼いでるな。これ翌日対象がなかった場合、ユリコ釣られるな。ククルシカが呼んでる。はいはい。どうしたの？何？最近ククルシカ俺にラブじゃない？ラブい感じ？ククルシカラブい感じ？いいよ。
一緒に、あ、そうや、しまった。苦しかと手を結んだらすげえ踊らされるんや。疲れる。でもな、この状況な、紙に行くなら留守番紙に行きたいんやけど、守護天使が生き残ってた場合、留守番守ってるよな。二分の一の確率で紙損なう気がする。それを予測して、今のうちになんか適当な人噛んどくのありな気もする。うまいこと噛んでエンジニアとか当たってたら強いしね。SQ とジョナスが結構強めの言葉で、SQ が大げさに話してたんか。で、ジョナスもなんか結構ドンしてたから、ジョナス消しときましょうか。ゲー。まあ、この、ここ襲撃すんのは読まれへんやろ。守護天使側も。説怪しいよね。おー、オッケー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 。まあでも、説には弁護も入りそうやな。せんやはエンジニアって誰なんだ。ちょっと忘れてたわ。生きてるべ、エンジニア。俺行くわ。じゃあ、はい。説か。過去の調査結果は適当に作られます。あ、そうなの。レムナント説に白出してて、あ、説ユリコ疑ってんの、ユリコに黒出ししてるからか。なるほどな。ここ説つってほしいな。説つって、なんとか俺が本物になり変わることはできへんかな。OK、SQ が乗ってくれた。ククルシカも乗ってくれる。これは大きい、大きい。これ大きいぞ。で、ステーラが、反撃する。いや、それはおかしい。いや、それはおかしい。それはおかしい。いやいや、おかしい、おかしい。おかしい、おかしい。ステラは隠しろ。あーでもさすがにユリコか、これは。おー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 おお、これはでもちょっとユリコ守りきんの無理かもな。最悪両方寝かしてくれてもいいんやけど、投票するなでユリコ守るか。多分ユリコに対して弁護かかるから、オッケー、これに同意を求める。よしで、疑うでは説。よし、みんな冷静に話し合おう。自分疑われた時だけ冷静になろうぜっていうやつ。まあでも説からしたらそうやろな。あー、危ねえ、危ねえ。これはシピとジナがこっち来てくれてるのか。ありがて、ありがとうな。みんなありがとうな。俺、おめえらのこと好きだぜ。ちょっと隠しろであるステラが俺のこと嫌ってるっぽくて、これめんどくさいな。ステラ、噛みに行くか。まあ、嫌ってるって言っても仲が悪いわけじゃなくて、単純に意見が対立してる感じやな。ステラ噛んでしまって、SQ とかに適当に黒出しして釣ってもらえれば、勝ちか。あ、茂道が呼んでる。なんや、茂道。ずっと呼んでるな。シャーミンがいいと思うぞ。あー、シャーミンよりかはステラ消したいけど、まあ、茂道が、茂道がそう言うなら、じゃあ、そうしますか。あー、でも SQ 可愛げ高いから釣りづらいか。この状況、シャーミン噛むことに成功したら、あと一人釣るだけ、グノーシア以外が釣られたら、グノーシア側の勝ちになるから。つまり、この状況、誰か釣ってしまえば、無実の人間に疑いかけて、そいつをみんなで寄ってたかって釣ってしまえば、グノーシアの勝ちなので、つまり SQ は釣りづらいから、SQ よりジナに黒出しして、ジナを釣っちゃいましょうか。また、俺たちの勝利が近づいたな。まあ、この状況でグノーシア4人残ってたらもう勝ちやけど、ほぼ勝ちよ。こんなもん。はい、ジナ黒。はい、で、ジナに疑いをかける。はい、ジナ怖すぎー、ジナ怖すぎー、ユリコ、よし、もうここは、グノーシア全力投球ですよ。もうこれでグノーシアのみんなも、あ、そういうことねって気づいたはずやから、ここはもう、グノーシア陣営すべてのパワーを用いて、よし。で、投票しろ、ジナ。オッケー。これはいったな。よしよし、ステラもこっちになびいた。下手に怪しまれるよりは寝てた方がマシなんじゃねえか。なぜシャーミン様が襲われたのか、そう考えるなり自然的に。ユリコは違うって。
SQ、 まあ、SQ でもよかったんやけど SQ は無理でしょう。最後に疑うでもう一回ジナにかけとこう。まあジナに入ると思うけど、念には念を入れて、よし完全にいったな。圧勝やんけ。見たか、これがグノーシアじゃ。グノス万歳、グノス万歳、万歳。ボロ勝ちじゃん。グノーシア一人も欠けてないじゃん。誰もやられんかったとか、なかなかこうはいかんぞ。ところで何のイベントも起きへんかったけど、何やったん？これラッキーを生かしとかなあかんかったやつちゃうか、もしかして。